鶏ハムができました。お鍋に、冷たいんですけれども、鶏肉を2枚胸肉を2枚用意しました。で、胸肉はパックから出したら浄水でさーっと流水で流してください。そうするとね、随分ね臭みが取れるんですよ。ちょっとしたことでね、すごい、あ、鶏臭くないっていうので、はい、ただ入れるだけです。すいません、いつも簡単すぎちゃって。はい、交互に入れましょうか。薄い方と分厚い方、薄い方と分厚い方。はい、そしたらローズマリー臭み取りで入れます。ない人はローリエとかでも全然構わないですし、もうない人はもう塩コショウだけでも十分楽しくいただけると思います。わあ、美味しいって思いますよ、ふわふわ。今ね、お塩かけてるんです。ピピピピピって、ちょっとね、ここに美味しいお塩入れてあるんで、お塩2つまみぐらいはパラパラパラっと散らしてください。全体にね、全体に散らすのがポイント。バサッと入れるんじゃなくて全体ね。で、これブラックペッパーです。パラ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 、はいはい、これで OK です。準備完了。あとは蓋を閉めて、すごいとろ火、じゃーん、鶏ハムができました。今日はね、40分ぐらいでできました。ちょっと見てみたら40分ぐらいでも大丈夫そうだったんで、もうこれで OK です。で、もう蒸らしも10分してあるので完璧です。この汁はね、チキンスープだからね、天然のコンソメスープ、捨てないでスープに使ってね。で、このチキンは冷やしてチキンサラダとかサンドイッチとかに使えるから大好き。うちの猫ちゃんも大好き。もう本当、天然のものっていいよね。では、次のレシピもご覧ください。バイバイ。